さあやっていくぜ。もしも清宮が4番でスタメンを張り続けていたら、ハムは一体どうなってしまうのか、シリーズのパート18でございます。どうもアザラシです。ちょっと音の調子が、音っつうかこのイヤホン、ヘッドホンの調子が OKOKOK。 今回はですね、今撮ってるのが5月31日なんですね。5月の終わりっちゅうことでね、まあ後半前、3月後半で、5月3週後半だから、3週後半と4週前半と、と、あともう1週やるか、6月入るまでやって、まあ、 動画見たら、動画見始めた人はもういきなりバチッとこう6月になってから見ると思うんでね、そういう感じでいこうと思います。ちょっと動画の方針をまだ決めてない状態で喋り始めてしまった。やろうかなって思うんだよ。家に帰ったら焼きつくやろうかなって、そろそろやろうかなみたいな。でもよく考えたらあれだよね、焼きつく上げていくペースって1週2週間に1回ぐらいになっちゃうな、こういう感じだったら。で、思い出したんだ、これじゃまずいなと。新庄、坪井、あと足りない、稲葉が足りないなと思った。稲葉取ります。稲葉取るっつってもね、別に飽和してんだよね。外野見てくれ、外野新庄がいて、坪井がいて、でオバンドがいて、ブランデンがだろ。でオバンデンとブランド、ブラボバンデンとブランドンとか言ってるな、ブランデン、うん、ブランデンとオバンドン使いたいけど、両方とも活躍してんだよ。3割6分台でこんな選手を外せるか。2人とも外せないよ。 DH 片方 DH でしょ、そして使って外せないよね。なんならブランデンの方が活躍してるよね。だからさ、でもブランデン出すから、なぜなら稲葉は取る。稲葉、この時期の稲葉って全然だぞ。ヤクルト時代の稲葉なんて取ったところでだぞ。その稲葉を取ろうっつんだ。多少の狂気を感じるな。これはね、これはもう多少っていうか、もう、まあ、間違いなく補強にはならんね。補弱だね。稲葉を取ることによって。でもまあ、守備は少なからず上がるかもしれない。外野。かつてあった、鉄壁の黄金の外野の三人衆。あれ？あの頃は センター新庄、レフト森本、ライト稲葉かな。だから別に黄金じゃっても、まあ、坪井が入ってたらダメなんだけどさ、一人外野にしないと。これだぜ、28でこの程度だぞ。この当時の稲葉ってさ、こんなもんだぞ。こんなんいたところでだ、年俸もらいすぎでしょ。この程度の選手がさ、もらいすぎでしょ。だがうちのブランデンを差し出す。まあまあまあ、まとまってくれると困るわ。これでまとまってくれないと困りますわ。古田。うちの穴はセカンド、ショートだね。宮本とか取ってもいいのかもしれないけど、まあ、いらない。宮本いらない。別にいらない。一番は、岩村だね。もう最高だね、岩村は。はっきり言って。サードとしては最高レベル。もしかしたら岩村取れるかもしれない。取ったところでハムと縁もゆかりもねえからな。ハムと縁もゆかりもねえからな。あ、藤井いるじゃん。藤井取ろう。どうよ。あー、藤井が取れねえ。ちょっと、ほんのちょっとハムにゆかりがあるね。ただまあまあ、素行的なことを考えたら取ったところでうーんってなるけど。この加藤ってよくない？そうでもない。もう下り坂だけどさ。虫がいいか。左が全然いないんで。左が全然いないんで。ガチれば石井和久を誰かで。野口で石井和久を。まあそうだな。何よりキャッチャー出したところで古田いるもんね。ヤクルトにはね。難しいね。ロブロ。まあブランデンだけでちょっと虫がいいから。虫がいいっていうか、ちょっと遅い、アイコンが遅い。意外に石井としいけるかもしれない。誰か出せば、いいのを取れよ、いいのを出せば。
田口とほとんど産んだのに、田口を出してあの新外人取るわ。そしたらあと一人、あと一人、上田どうだ、上田、青、まあ、守備固めは 石本がいるから、石本がいるから守備固めになってないけど、石本がいるから上田出してもそこまで痛くないか。これはね、痛くないね。これでいこう。石井、この石井博俊を石井優也だと思ってくれ。よし、このトレードは熱い。ただキャッチャーが1枚手薄になるのがちょっと気にかかるが、キャッチャーが1枚しかいなくならない、1枚しかいないって状況になるのがそこが気になるけど、けど左の1枚中継ぎが入るっていうことはこのハムにとっては大きい。どうしよう、体力いっぱいあるか、山本投げさせてみるか。ういー、これが左が弱いということですね。うちのチームの左が弱いということですね。左1枚清水、まあ頑張って投げてるけどな、まあ、これは攻められないな。清水はこれは攻められないわ。これがこういうことよというほどには別に清水は悪くなかった。正田、うい、正田いいですね。3連勝してない、2勝か。で豊田いくか、豊田いっとくか。うえーし、うえーし、豊田何のために来たんだ。いや、まあ頑張ってるか。誰だ爆発炎上したのは、誰だ炎上したのは、こいつだ。あ、エラーから、うーん、清水かな、やっぱりな、やっぱ清水かな。ちょっと首位陥落が見えてきましたね。ちょっとブルってる、背筋が震えるわ、背筋が凍るわ。淡々といくよ、まだ淡々といくよ。あと2つ分淡々といくから、特に何のイベントもないっしょ。お、誰か一人見つけてる。誰だろう。まあ、飛ばしていこう。えっ！まあいいわ。正田ならええわ。そこまで大きな穴になる前。体力あるやつ投げさせたいな。今現時、どうだろうな。シミス、ちょっと待って、ブランデンがさ、ブランデンが絶好調か。でもこれもちょっとバンドがちょっとな、安く買えるか。おバンド上田にして、多少攻撃が下がったとしても、うん、絶不調の選手を使うのはちょっと忍びない。清宮7号誰が打たれてんの、ミラバルか、ミラバルかな。体力あるのが、もうちょっと打ってなかったとしても、やっぱちょっとこれは気にかかる。一番絶不調の状態の選手を出し続けるのは良くない。負けが混んでるな、負けが混んでおるな。上田自体は結構当たってんの。まあ、でも、かたくなにこの打順でいく。負けてるね。負けてますね。打撃成績ちょっと見ますか。坪井は打ってる。金子は打ってない。清宮は1本打ってる。野口、奈良原。いやー、厳しいぞ。てか、そのね、1位から、今ちょっとチラッと見たけどさ、1位からさ、
1位から5位までの6位までの差があんまりない。6ゲームぐらいじゃなかった？ほら5ゲーム、すぐ最下位に降りていくぞこれ。5連敗ぐらいしたらすぐ最下位になるぞ。5連敗じゃないでは最下位にはならんか。勝ち数ではもうすでに近鉄の方が上なんだね。いやー、うちのチームブランデン、一番いいブランデン放出か、ちょっとそれはどうかと思うぞ。ローテを買いました。まあいいっす。まあローテぐらいはどうということはない、どうということはない。どうする。ブランじゃない、オバンドの調子がちょっと絶不調なんで、ちょっとオバンドに調整のメニューを課す。そうした上で調整できんやないかい、調整できんやないかい。これでいいんか、この辺かな、この辺がちょっと気になるな。新庄に果たして高打のトレーニングでいいのか。本当は坪井がこれ守備鍛えた方がいいよな。もうちょっと守備鍛えた方がいいよな。田中健介使っていきたい、田中健介使っていきたい。こう見ると飛距離は微妙だな。もっと長打欲しいな。清宮も今高打を鍛えてますけど、うーんって感じですね。ピッチャーの育成はあんまり見ても面白くない。そんなにすぐ何か変わったりしない。さあ5月最後の週の試合でございます。これが終わったらいよいよ6月ということでね、動画見る人も6月になってからきっと見ることでしょう。さあ西武との一戦でございます。最後は岩本に投げさせてもらおう。岩本でいこう。最後は岩本に、この人投げてないから、この人金子替えがおらん、金子の替えがいないというこのチーム事情、許すの位置。矢野豊田かな、体力的にも豊田の方がある。今一番この中で豊田がある。西口はいいピッチャーだぞ。さあこの試合めっちゃ大事だぞ、めっちゃ大事だぞこの試合。ほらこれ負けたらきついぞ。勝ちに行く、この試合を本気で勝ちに行くぞ。まだセーブか。地味にね、松坂との投げ合いを期待してるんだけどね、サムネに使いたくてさ、なかなか松坂出てこねえな。今季まだ松坂と対戦してないんじゃないだろうか。ないんじゃないでしょうか。さあ、本拠地での第何回戦か知らないけども、セーブとばっか試合してないか、山賊とばかり試合をしている。しかしこちらは今回ホーム、レフトオバンド、センター新庄、ライト坪井のこのラインナップだ。勝ちに行くぞ。あ、そうか、だからガンちゃんはよくねえんだよな、西武には。左ばっかの西武打線に対してガンちゃんはちょっとスローカーブが怖すぎる。武器のスローカーブが弱点となってる、もはや。金子、お、金子いいね。走らしょう。今日の試合、日ハムは3安打で4得点取って勝ってた。3安打4得点。巨人は6安打2得点だった。安打なんてそんなに出なくたっていいんだな。点を入れるためには。安打はそんなに重要じゃない。いかにして点を入れるか。小笠原も走らす。いや、清宮だいぶ打率下がってきたぞ。2割7分3厘まで下がっている。さあ、清宮だ。ちょっと音が遅れてるね。あ、別に遅れてなかった。頼むぞ。外野フライ。
外野フライになるか。浅いぞ。浅い。見守るしかないね。あー、そこでシュートかい。ストレートだったら持っていったね、持ってってたね、おそらく。頼むぞ。ボール、スローカーブ。次スライダーじゃない？外へのスライダー。ボートフォーク。ランナー自動スタート。さあ、フォアボール。まあ、球数投げさせてるね、1イニング目からね。そこだけは評価しよう。そこは評価していきたい。いいところはちゃんと褒めていく。さあ、ブランデン。我がチーム打点王のブランデンです。1ヶ月後にはもういなくなってる。そんなブランデンの最後の輝きを。ブランデンを手放すのが惜しくなってきた。こんなにいい選手なのに。稲葉を取りたいというただのそのファン向けのあれによって、稲葉を取りたいという欲によってこのブランデンを手放すという、いや頼りになるもんな、ブランデンは。わあ、アウト。まあなんとかアウトを重ねていこう。奈良原だいぶ足も衰えてきたからな。が走らせてみよう。全盛期の伊藤勤ではある。まあなんとか。すごい。スローカーブ。さあ第3球。おっと。パソコンの、じゃあドリームキャストの処理では、処理の方が。いや、これ、パソコンの処理かな。つっぽいい。つぼいの誕生日は2月19日。俺の誕生日の1日前だから分かる。どうでもいいわ。いやー、あー、もうちょっと足が速かったらセーフだったかな。まだまだ攻めますっていうか、言うほど攻めてねえぞ。だから球数はいいね。球数もう30球投げさせてるよ。いやー、セカンドゴロだ。オッケー。3じゃねえや。2点取ってる。このリードを、このリードで気持ち大きくして投げていこう。負けてるわけじゃないんだ。小笠原には海がある。清宮が活躍してないんだが。まあ、バンドは別に点を入れてくれても入れなくてもいいわ。ここは。この場面は。いいですね。さあ、打ってるね。チームはね。チームは調子がいいですね。オーナーが見てるから。オーナーの見てる前では。張り切っとこうっていう、その心意気。かわいいじゃないの。しかし年俸は上げ、活躍してくれんとな。この 目の前で活躍したからといって、そういう印象だけでな、年俸を上げたり下げたりとか、そういうのはね、そういうのはダメです。そういうのはダメです。で、ツボいいな。年俸を倍にしよう、来季は。で、金子誠がさ、金子誠は2割5分7厘打ってたら十分だよな。2割5分打ってたら十分だよ、この人は。この人は。守備の人だから。さっきもそれ見たぞ、その打球。さっきもその打球見たぞ。セカンドゴロやないかい。ただ、石井隆ごときが。小笠原。5回投げたらガンちゃん変えていいな。投げ切ったら。
でも3点しかリードないんか。ちょっとこの試合は、この試合はまだまだこれから分からんよ、分からんよ。お、清宮ヒット打った。清宮のシーンは全打席、全打席ね、できる限り見た方がいいと思った。うおい、ブランデ、ブランデ頼りになります。新庄も続く、そして新庄通り、そして新庄通り、いやー、いかにも汚い焼きつくをしてるな。こんな、こんな盗塁をスカスカ決めるのはフェアじゃないわ、フェアじゃない。相手の総力との、総力じゃない、こちらの総力と向こうの肩とかそういうのでほぼ自動でね、あの盗塁成功するとか失敗しないとか分かっちゃうからさ。あ、ガンちゃん狩るつもりだったのに、まあいいや、あと1人ぐらいいけるっしょ。よし、いいですね、いいですね。清宮の打席が、あ、まあいいや、イニングの途中から帰るのは主義じゃない。このままガンちゃんに投げてもらおう。ガンチャソン、うい、いいですね。今日はすごくいいですね、岩本が。こういう時は多分最後まで投げさせてやるのが監督冥利なんだろうな。冥利、なんかこのままいけそうな気がしない。このまま西武にさ、あの西浦を叩き込んだのも良かったね、トレードだけどさ、活躍しないからステータスの割に、なんか今季に限ってかどうかしらね。だから別にあのね、西浦入れたことによってそこになんかこう右ピッチャーで右バッターで西浦がいるからさ、なんかそこちょっと癒しポイントになってる、いいことです。まあいいことよ。小笠原に3割5分打ってほしいな、やっぱ3割を超えててほしい。小笠原は。日ハムって時々なんか確変的に打てるキャッチャーが湧くよな、打てる元キャッチャーが確変的に。まあ日ハムっていうかあまり例が多くないけどさ。あ、でも高橋真嗣とかもいるわ。高橋真嗣、今成もキャッチャーかな。今成は別に打てるキャッチャーってことじゃないけど、岩本の完封劇見るぞ。ガンちゃんすげえ。伊達にお笑いタレントみたいにして出てるわけじゃないな。アナの近藤だっけ、あの人と一緒に。いつゴーンの言ってるだけのことがある。イリーゴーンヌッだけ言う。ヌッだけ言うのが好き。好きじゃない。本当は大嫌い。ガンちゃんがね。ゴーンヌのヌだけ言うの。何を言ってるかわからんわ。いや、これは、外野フライでしょう。イエス、いや、完封。森重に、大島に、いや、土井はわかんねえや、どこのチームの人か。西武かな。なんか中日色の強い。いやー、またちょっと単独首位には返り咲いたけどもって感じだな。今日はすごく打ちましたよ、みんなさん。盗塁数が素晴らしい。でも3安打以上いないね。みんな2安打だね。まあいいでしょう。2勝1敗。この調子を維持して、なんとか首位でいきたい。お金も多いし、悪くない。5個勝ち越しか。で、下が5個負け越し。最下位との差は5ゲームしかない、やっぱり。ボーリック！ボーリック！
一応打率が4割切ってるね。防御率はもう凄まじい。ピッチャーは防御率じゃこの辺入ってこれないね。山本が8勝で最多勝取れる勢いって感じか。そのとこだな。まあ悪くない。勝敗表、ふむ、月別順位、負け越してんね。5月はこうしてみると上がり目はどこ。オリックスか。いや、ライオンズだ。なるほど。負け越しだけど、まあ一応首位キープって感じか。ランキング、イチロー、ホームラン、打点、アンダー、盗塁は小坂。小坂がいた。これは盗塁も取れん。出塁率、イチローすげえ。5割2分5厘。打席に入ったら2回に1回出塁するっていう状況だからな。ああ、もう、それはもう勝負するのがお話よ。投手部門、防御率1位は永井、勝利数は今本。セーブはミラウォーレンで、スピもウォーレン。セーブポイントね。奪三振は勇気か。もう、若いんだよな、こいつ。若くして良い。被安打では1試、被ホームランでは。いやー、これ見ると清水を中継ぎのまま置いとくのはまずいな。これを見るとな、今の被ホームランを見るとな。ホールドは森。この森真嗣って最近亡くなったよな。数ヶ月前かもしれんけど。1年以内だったと思うかな。すげえ、球速153キロある。来た。よし、じゃあまあこの。こういうの詳しく見るところはいいよね。焼きつくのなんか丁寧な感じが、丁寧な感じが伺える神ゲーです。今月の君に対する評価だが、こんなところかな。 A、 お、新庄剛志を移籍で獲得、売店は建造、5連敗した。今月はよくやってくれたね。来月以降この調子で頑張ってくれたまえ。結局最後に物を言うのは人の力だからね。いい社長だな。人の力だからね。とか言われたけど。いい社長だけど、ブラック臭もする。6月よ。この時期は雨の日が多くなるから、それなりの対応をすることね。冷たく、突き放された。忘れないうちにグッズかなんかを作っとこう。下敷き。下敷きか。ピョーン。何これ。カンガルー側のスパイク。このカンガルー側のスパイクがあると盗塁技術が少し上がる。お、お金が。え、違った。違った。体力回復だった。忘れないうちに。忘れないうちに開発だけしとこう。グッズ開発だけ。グッズ開発と何を売るかだけ設定したら今回は終わりにしようと思います。いやー、まあ多かった割には、多かったって何が多かったの、その試合数、こなした試合数、12試合分こなした割には時間がさっぱりと進みましたね。まあ、あのゲームが白熱してなかったからな。一方的なガンちゃんのワンサイドゲーム。ガンちゃんのワンサイドって言っていいのかな、違うな。なんて言えばいいんだろう。ガンちゃんが投げて勝っての、ガンちゃんが投げて、こっちがほどほどに言って緊張感のない、まあ、まあ、ガンちゃんの、一人、独壇場のようなね。ガンちゃんその、グッズしょべえな。よし、じゃあまあこんなとこだ。それでは今日はこの辺で、次回焼きつくいつ上がるかな、わかりませんけども、まあ1週間後ぐらいがいいね。1週間後ぐらいがね、あんまり焼きすぎると良くないからね。あんまり焼きすぎると良くないけれども、近すぎても良くないんだよ。近すぎるとあの現実とどんどん乖離していくからさ。だからあんまり焼きすぎず、かといって離れず、飽きすぎず飽きなさすぎずでやっていこうと思います。
やっぱ焼きつくはなんか定期的にやりたくなるね。ほいじゃあまた1週間後まで元気に過ごしてください。ほなまた。